はい、皆さんこんばんは。今日はね、ジェダイルークの6回切りができないっていうコメントがね、ライブとかでもよくあったので、ちょっとね、簡単に説明していこうかなと思います。54のジャイロのやっていきましょう。で、傾ける角度はね、これが垂直だったらちょっとこっち、こんぐらいです。とりあえずここら辺にツムが寄ってれば何でもいいです。はい、ちょっとね、今ね、画面と自分の間にカメラ置いてるので、プレイがめっちゃしづらい。で、その6回切りができないっていう人の動画をね、ちょっとね、ツイッターの方で見させてもらって、見てみたら、大体の人がね、1回目が遅い。1回目のタイミングが遅くて、6回目間に合ってない。こっから、1、2、3、4、5、こんな感じ。本当にこのまま。一回目はね、こうやってなぞるとね、遅れちゃう。4、5、6ってできないので。僕のやり方は、よいしょ、ちょっとスキル溜まって、よし。ジェダイルークは、この R2D2 からライトセーバーを受け取った瞬間に効果時間が始まるので、その前にもうなぞっておきます。一回目。で、なぞった時にここ指離しません。で、受け取った瞬間に指を離す。これが1回目。なぞって離す。これが1回目で、こっから5回いきます。なぞって離す。2、3、4、5、6。わかったかな?もうちょっと横向きでやろうか。見えやすいように。スキルがたまらん。こんくらいでいい?見えるか?なぞって離す。2、3、4、5、6。こんな感じです。まあ最初縦じゃなくても斜めでもいいんだけど、まあ僕は縦の方がやりやすいので、縦でやってます。なぞって離す。2、3、4、5、6。これループするね。で、あとはね、もう一つね、やり方が、あるんですよ。もう一つっていうか、いろいろやり方あるんだけど、それが、もう全部、なぞって話す、やり方。だから、上下になるやつ。こっから、なぞって、話す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 。これでも、全然大丈夫。そしたら最初、斜め余裕なので。3、4、5、6。これもちょっと横向きで、やってみようか。見えるかな?1、2、3、4、5、6。こういうやり方もあるので、よかったらやってみてください。まあ、とりあえず1回目は絶対なぞって話す。これができれば6回は間に合うはず。なぞって話す。2、3、4、5。でも、あんまりね、もう受け取った瞬間ってやると、急消去とか10行かない時があるので、ほんの少し待っても大丈夫です。ほんの少し待っても。こんくらい。あ、早かった。ほんの少し待ってもギリ間に合うので、そうするとね、最初の消去がね、12とか13まで行くので、そうすることでよりループしやすいです。こんくらいか。2、3。こんま何秒の差だけど。そこまでできると、より稼げるようになります。1、2、3、5、6。はい。ということで、6回切り、こんな感じで、やってます。わかりやすかったかな?どうかな?とりあえず、ここ、最初の1回だけうまくできれば、ループじゃない、6回目、間に合うと思うので、よかったらみんな、挑戦じゃない。練習してできるように頑張ってください。じゃあ今日の動画これで終わり。バイバイ。